ミスターヤマさん、ボクシングフィットネス頑張ってますね。あの後ろから見たフォームなんですけども、本当にボクサーみたいなこうパンチのね伸びといいますか、このまっすぐ、これがねかっこいいですね。ミスターヤマさんやっぱかっこいいですね。私はミスターヤマさんすごくかっこいいと思います。もう男としてもかっこいいし、その魂もね、精神力もすごく見習うところがあるし、でホームレスから這い上がったというね、その精神力、やっぱり一本筋が通ってるなと思いました。でミスター M さんがここまで来るようになったのは、やっぱりね、なんかヤンキーに絡まれてどうこうっていうのがあったじゃないですか。やっぱ人は逆境に陥った時にどういうふうにその後行動するか考えるかによって、進化が問われると思うんですよ。ホームレスになっちゃった、借金を抱えちゃった、騙されちゃったけども、そこから全てのねマイナスを跳ねのけて、自殺も考えたけども、その死っていうものも踏み越えてですね、今ここに私の目の前にいてくださいます。非常に奇妙な縁だなと思うんですけども、今私たちは同じ方向向いてるんですね、それからガチンコマッチクラブに参加された方みんながそうだと思います。まあそのね、同じ方向を向くまっすぐな姿勢がこのパンチにも現れてるのかなと思いまして、私もボクシングフィットネスね、早く購入したいなと思います。まあ今はねリングフィットネスっていう風なゲームを先にやってるんで、これをある程度クリアしたらね、ボクシングに移ろうと思います。リングフィットネスは今ねレベル50ぐらいに行きまして、でかなりね進んでるんですよ。で今までずっと10分ぐらいでギブアップだったんですけども、今はね25分ぐらいトレーニングフィットネスができるようになって、だいぶ体力もついてきたかなと、でコツもつかんできたかなと思いますね。でちょっとだけ教えていただきたいんですけども、つまんないことなんですけども、ボクシングフィットネスでグローブされてるじゃないですか。でコントローラーを2つ握ってやるのかなと思ったんですけども、そのボクシンググローブ用のコントローラーが出てるってわけじゃないですよね。ブランドがこう入ってますもんね。っていうことは、あれコントローラーを握り込んだ状態でグローブされてるのか、グローブでコントローラーを握り込んでるのか、いかがなんでしょうか。それとも全く手に何も持ってなくて腕にでもつけてるのかなと思ったんですけども、ちょっと参考にしていただければ、させていただければと思いまして連絡させていただきました。私もねグローブ持ってるんですよ。黒い方ですけどね。もしできるならボクシングフィットネスも私もグローブつけながらね、動画を撮りながらやってみようかと思うんですよ。結構動画でアップされてる方は多いですよね。で1週間とか1ヶ月とか本気でやったらむちゃくちゃ体良くなるんですよね。ミスター M さんもそうなるんだろうなと思って今見ております。これからもよろしくお願いします。